皆さんこんにちは、ただいまひろです。今日はカバンの中身を紹介していこうと思います。カバンが結構小さいサイズのものが好きで、サンローランのカバンを使ってます。持ち運びたいものが多すぎて超重たいです。出かけてトイレ行く時とかに友達にカバン持ってもらうと重って大体言われます。はじめに顔を出すものは薬です。結構薬を持ち歩いてて3つ持ち歩いてるんですけど、1つが便秘薬。便秘なので、悲しいことにこの年でもうちゃんと腸の活動ができていない可能性があります。こちらを飲んでちょっと腸を元気にしてあげてます。もう1つが車酔いです。乗り物酔い、毎回ではないんですけど、長時間の電車とか車移動の時とか、自分が好きなゲームをする時に 3D 酔いが激しいものがあって、 APEX とかする時は酔い止めを飲んでからじゃないとできません。一度ゲームで吐いてしまったこともあります。もう1つがめちゃくちゃいいんですけど、飲む日焼け止めです。飲んでから1時間後に外に出ると中から紫外線の予防をしてくれるらしいです。あともう1つありました。じゃん、フォースコリーです。これはちょっと今ダイエットをしているので食べた後に飲んでいます。あとはツメピカッシュ、100円ショップとかで売ってるんですけど、暇な時に爪を磨いてます。あとガム入ってるだけで開けていません。あとはファンの方にいただいたカービィの櫛。女の子は前髪が命と聞いたことがあるので、前髪を頑張って溶かしています。あとは鏡です。かわいい、なんかランコムのいただいた鏡使ってます。あとはイヤホンです。基本電車移動の時はずっとイヤホンしてます。音楽聴いてないと落ち着かない。家にいる時も音楽聴く時結構イヤホンしてしまってます。じゃん、目薬です。なんかピンク色で可愛い目薬なんですけど、これ目薬して目からこぼれちゃうと血の涙みたいに面白いので使ってます。香水、ミルミスの香水がめちゃくちゃいい香りで、すっごい愛用してます。会った時はクンクンしてみてください。この間台湾に行ってきたんですけど、キューフというところのポストカードがなぜかカバンに入ってます。謎です。用もなく持ち思い出に持ち歩いてます。ジブリの千と千尋の神隠しで舞台になってるところみたいなんですけど、すごく綺麗でした。山奥にあるので、山の上にあるので気候がすごく悪くて、この行った日は雨でした。だいたい私がイベントに行く日は雨です。なんでだかは分かりません。あとはお財布です。いただき物です。あとは化粧ポーチです。この化粧ポーチ、この間友達の小倉優奈ちゃんと本庄すずちゃんと静岡県にある御殿場アウトレットにいた時に購入したもので持ち歩いてます。まあカバン同様、メイクポーチも小さいのにもうパンパンに詰め込まれてます。すごいパンパンです。もう何が入ってるのかよくわかんないんですけど、パンパンです。しかも中はもうコンシーラーが溢れてぐちょぐちょ全力の状態。すごい愛用してるんですけど、まあ、コンシーラーでぐちょぐちょなんですけど、まあ、ビューラー、普通の銀色のこうやって使うビューラーじゃなくて、この小さい持ち運びのビューラーがすごい気に入ってて、これを何個も買ってます。家に3つ4つあります。あとはスマートフォンです。台湾に行った時にプレイステーションのシールをもらって、それを貼り付けてます。なんでだかよくわかりませんが、可愛いですね。何か気になるものはありますか？まあこんな感じでカバンの中身を紹介しました。気になるものがあったらぜひ一度も聞いてください。ではチャンネル登録よろしくお願いします。